はみ、い、なさんこんばんはおじいさんですいろんなゲーム機で遊んでますかはい本日はちょっと新しいゲーム機を購入したので紹介しようと思いますえー、こちらになりますはいえー、っとですね一応ここにねちょっとカメラ寄せますはいここにね LD300 と記載が あるんですよねでもねこれ一応正式名はねあのポーキリーっていうまあ皆さんもよく聞きますよねこういうゲーム機中華ゲーム機をよく知ってらっしゃる方だとポーキリーってよく聞くと思うんですよ。あのね、でなんかねこういう中華ゲーム機器って販売する時に海外でもよくあるんですけど出品してる会社名を頭につけたりするんですよ。例えばこの商品やとポーキ えー、OPQR Q90 の、えー、90っていう商品なんですよねでそれが多分これ正式名やと思うんですけど例えばじゃあ海外でそれねまあジョーさんっていうショップがあったとしてジョーさんがポーキリ、えー Q90 を売るときにあ、ね、ジョーさん Q90 っていう商品で売るんですよよく日本でも結構そういう商品見ると思うんですよ。例えば GKD350H の GKD のところが会社名になってたりとか。 結構色々あるんですよ、ね、でまあこれは LD300 っていうのはちょっと何の品番か分かんないんですけど一応ここにはね品番990、えー、って書いてあるので、まあ、ポーキリー990が正式名やと思いますはいで、えー、僕が今回買った最安値、えー、ポーキリー990って日本で2社出してて僕が購入したの方が安いですね5690円かな、えー、概要欄にリンク貼ってるんでそちらから購入してみてください気になる人はね を買いいましたはい、こんな感じちょっと外観見ていこうか、えー、64bitOS サポートアーケードゲームボーアドバンスファミコンスーパーファミコン、まあ、セガゲームスってすごい <laughs> ざっくりやけどね、えー、でサポートマルチリンギュアルランゲージとまあ、これはいろんな文字対応してますよということですね まあ、特段何かってことはないですね。はい、でこちらの、じゃあちょっと、えー、中身ですね、見ていきましょう。はいえー、非常にシンプルな、えー、構成ですね。えー、USB-C の充電器と中国語の説明書ですね。もうこれは中国語なので、あまり参考に、まあえー、一応英語もあるね、英語もあるけど、あまり参考にはならないですし、でもうこの辺の使い方ね、知ってる人からしたら別にも読むこともないでしょうし。 で、おじいさんの動画でもまたまあ簡単な使い方なんかも、この後動画で別の動画とか合わせて紹介していくので、こちらの商品購入予定の人は、おじいさんの動画をこの後もまあ見てもらえたらいいかなと思います。初心者向けの感じであのお伝えしていきますね。またこの後もね。で、こちらが充電器ですね。多分データのやり取りはできないと思うんですけども、試してないんで、マイクロ SD でやり取りするんで、この後本体も紹介しますね。 で、USB-C ですねはい充電早いしうんこれの方がいいですで RG350 とかも USB-C なのでもう持ってる人はあの別にこれは置いといてあの今もコンセントに挿してるやつであのポーキー990の方も、えー、挿せばいいと思いますはい中身はこんな感じですはいで皆さんお待ちかねの本体が、えー、こちらですねうんちょっと驚くよね ものすごいポップ <laughs>。ものすごい驚異的なポップさですよね。うん、もう本当にね、大の大冒険もびっくりするぐらいのポップですね。うん、なんかピンク色とかもあってもいいかなと思いますけど、一応カラーリングが青と白かな、透明かななんかが確かある,はずあるはずです。今回はこの、ね、もうなんか、 なんていうの31とかの,あのミントアイスクリームみたいなね。まあ、ちょっとニンテンドースイッチの色にも似てるのかな僕スイッチ持ってないんで、なんかこれとピンクがあったそんな色っぽい感じがしますよね。はい。非常にね、見た目おしゃれです。うん、非常に可愛らしくて、の、まあ、本体なんかでいうとまあこんな感じですよね。まあ、これはこれでね、非常にかっこいいんですよ。 うん、なんか男性紳士文具みたいな <laughs> 感じでスポーティーでねいつも言うけどナイキナイキの色使いやなーって気がするんですけどそんなんと比べても非常にポップまあ男性がね外で持つにはちょっと恥ずかしいかなーっていう感じまあその人はまあ別色の方買ったらいいと思うしただ女性は逆にねあのなんか。 こん,なんもこんなん持ってたらって言い方悪いけど、まあ、外でガンガンやってたらちょっとあものすごいゲーム機やってるっていう雰囲気しますけど、まあ、こっちでやってると、まあ、ゲーム機はゲーム機やけどもまあ可愛らしい感じはしてうんなんかこっちほどのなんか威圧感みたいのはないかなって思いますまあ男性でもねこういう色好きな人いると思うしまあ先ほど言ったようにあのスイッチのカラー感覚なんでまあ一見 知らん人見たらなんか任天堂のなんか新しいゲーム機出たんかなっていうぐらいの、うん、色使いかなと思いますね。はい。で、ちょっと軽く見ていきましょう。なんか不思議なボタンがね、見え隠れしてますが。まずね、あのー、この4つボタン、おじさんがメインでよく言うところメイン4つボタンですが、これがね、非常にね、よくできてる。うんあのし。あのね、あの、まあ、 これポケット g ってやつなんですけど、このね、こちらのね、このカチャカチャ言うよね。こういうのが結構安価な中華ゲーム機でよくあるボタン、別にこれも悪くないし、感度いいんですけど、よくあるんですけど、このね、ポーキリ9 99 990、えー、はね、5690円っていう、えーまあ、中華ゲーム機器の中では安価な部類に入ります。まあ、もっと安いのあるよ、ファミコンだけあるようなんで1100円とか。 あるけど、まあ、これも一応ね5600円って、まあ、安価な部類に入ると思いますでその割にはね、まあ、全体的に言えることなんですけど非常にねあのー、この辺の部品類がねものすごい丁寧に作られてるんですよ、うん、でこの4つボタンもね非常にそのカチャカチャにならないやつですどっちかってペコペコする方ですうんで非常にね押し心地が気持ちいいぬるぬるっとしてて多分ね うーんとねミオマックスよりか柔らかいまあ当然 GKD350H が一番硬いんですけどうんで r t 3 5 0よりも柔らかいでもね感触はすごく似てますこれにペコンペコンって感じがうんガチャッガチャッとか塗るなんか ちょっと柔らかすぎてニュルっと落ちてしまってなんか押し心地が弱いみたいな感度は別に問題ないけど押し心地が緩いっていうのでもあるよくあると思うんですけどそんなんじゃなくて RG350 のペコッペコッていう押してる感に近い、えー、手触りがあります押し心地があります非常にあの戻りもいいしあの押してる感も強いので個人的には好きですこれはいでスタートとセレクトはそれよりも、えー、だいぶ柔らかい感じですねぬるっと入っていく感じ うん、でもこれは特にねあのそんな使うものでもねでも戻りはすごくいいですようんすぐねポンポンと戻ってくるんでちょっとボ,ボタンの分厚さとか見てみるボタンの分厚さが RG350 と比べてこなくてまあだいぶ浅いよねまあ当然ですけど本体がね小さいんでうんだからこの、えっと、ボタンの浅さでこんだけのペコペコ感をしっかりねあの再現しているっていうのは非常に大きいと思います、うん はい、でですねこっちですね十字キーこれはね結構しっかりしてます、うん、だからといって硬いとかではなくてこれもだから基本的にね RG350 に似てるなんか十字キーの感じも非常に似てますね うん、しっかりした押し心地でであのまあうーんちょっとねミオマックスが十字キーではかなりの難点になってましたけどまあ,あのこのあと結構僕も遊んだんですけど操作性は特に問題ないですこっちが緩いこっちが効きづらいとかってのは一切ない逆によく効きますうんでちょっと硬みがあってでも硬すぎずこんな感じで結構ぐる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 簡単に回せるんですよ例えばねあのスクリューパイルドライバーのこういうやつね うん、この動きも引っかかりもないしだからバリ取りもよくできてるし硬すぎるとこれ動かないのよね例えば昔の RS97 とかもこんなんできないよね、うん、でもしっかりねこうぐるぐるっとボタンがこう円を自然と描けるので非常によし心地がいいです、はい、でこのねプラスとマイナスボタンなんですがこのねプラスはよく分かんないんですよ、うん、これはちょっとよく分かんないただマイナスはねあのメニューボタンです うん、メニューボタンに当てがわれてます。まあ、あのよいしょ、ごめんなさいね。まあ、ミオマックスでいうところのこのメニューボタン。うん、まあ、当然ね、あのー、この後カスタムファームウェアとか入れたらちょっと変わってきたりもすると思うんですけど、まあ、RG350 と,というところのこの電源ボタンみたいな感じがここに当てがわれてます、初めはね。うん、でね、もうね、LR ボタン、これがね、すごいいいのよ。 うん、結構ねあのー、RG350 とかでもちょっとやっぱ緩いな緩いのよね動くよねこうやってうんあのねだからね RG350 の L2R2 に似てるかもうん、このしっかり感がねクリック感があ,のあるのせいの遊びがないね全然遊びがないんですようんだからねすごくね こんな LR きっちり押せるのあったかなであ,の、ね、あとねスーパーファミコンに似てると思ううんすっごいこれ押しやすいですうんどこで押しても反応するして面白いのがね横から押しても反応するんのよほらこれね中どうなってんのかなって一回また時間あった分解しますけど非常にねこの LR 押し心地いいですうんだからストリートファイターとかのまあ強キック強パンチなんか非常に出しやすいですよはい でですね最高のねポイントがこれこのねアナログスティックがむちゃくちゃ使いやすい <laughs> あのね PSP にすごい似てますうんはい ということで、ちょっとこの辺も踏まえて、ちょっとだいぶ長くなったんでね、まず第1回目ということで、えー、これぐらいにしようと思います。えー、おじいさんのね、動画、これで初めて見たよーっていう人はね、チャンネル登録していただくと嬉しく思いますし、あーなんか気になってたけど、うん、自分はスルーの予定やったなーって思ってる人多いと思います、こちら。えー、ポーキリー990ね、僕もそうでしたから。はい。えー、でもね、あのー、結構面白いです。意外に遊べます、これ。 はいえー、なので、えー、あちょっと、え、この動画、まあ、買えへんけど、見てみようかなとか、<laughs> あよくぞ、ちょっと、あのー、紹介してくれたという人はね、高評価をしていただくと、また次の動画への元気になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、またね、レビュー続いていきますので、ただもこの時点でもね、気に入ったよっていう人は、概要欄に、えーと、こちらのゲーム、最安値で販売しているアマゾンのショップさん、えー、リンク貼ってますので、そちらから買っていただくと嬉しく思います。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。